こんにちは。荒木和弘です、えー。情報っていうのはですね、実は、あのー、もう出ているようで随分埋もれて、えー、いるんですね。 この間、あの、大沢隆さんの、と、再会を果たす会って、まあ、同級生の方々とかですね、えー、もう皆さんでやっておられる、その、支援の会があって、この会の中で、改めて、まあ、ちょうど大沢隆さん50年になるんですけども、新しい情報が出てきたそうです。で、えー、19日に、3月19日にですね、 あの、東京五反田の TOC ビル、東京、あの、東京オロセンターのビルでですね、ここはあの、元北朝鮮の交差機関のダミー会社、ユニバーストレーディングのあったところなんですけれども、ここで、えー、改めてですね、現地調査をやりました。まあ、そこで、まあ、いろいろ調べていく過程の中でですね、いろんなつながりがまた分かってきたということです。えー、で、えー、普通、まあ、我々例えば、どっか現地調査行ってもですね、 あの、それが報道されたりすると、まあ、それがきっかけになって、いや、実は私もあそこで、えー、こういうふうにですね、不審な男を見かけたんですとか、変な男に追いかけられたんですとかですね、あの、そういう話がたくさん、えー、出てきます。で、えー、今まで、 まあ結構拉致問題っていうのはあのいろんな形で報道されてきました。だからもうたくさん報道されてるんだろうと。もうこれで情報なんか出てこないんだろうっていうふうに思われる方が多いかもしれないですけれども、実はそうではないんですね。まあ本当にあの、まだまだ。 たくさんの情報が眠ってますで大沢さんの情報なんてちょうど50年ですよ50年前の情報ですけども今改めて考えてみると出てくることというのはたくさんあるということですでこの youtube ご覧の皆さんはぜひお願いしたいんですけどもそういう情報っていうのはいろんなところにありますもう公式情報でですね あの、新聞、皆さんのお住まいのところのですね、地元市まあ本当に地元紙が一番いいんですね。地元紙の本当にあの小さな、あの、もうニュースなどからですね、新しいことがわかるんですね。もう何十年も前の記事から。まあそれ調べていただくのは大変なんですけども、何かちょっと気に留めておいていただければというふうに思います。 で、えー、昭和38年、1963年に野代事件というのがありました。これはあの、秋田県野代市の海岸に2人の工作員の遺体が流れ着いた事件なんですけども、あの時に水中スクーターと思われるものが、えー、その近くに流れ着いてますで。水中スクーターというのは、もうお昭和30年代これしか出てきてないんですね。でもその頃からも使っていたということになるんだろうかと思います。 えそれは本当にですね地元の本当ローカル市の小さな基士なんですねこれを地元の救い会秋田の伊藤さんがあの探してくださったということで明らかになったえまあ一時が万事本当にそういうような一人一人の努力によってえいろんなことが成り立ってます是非皆さん あの、改めてですね、もうこれで情報なんかみんな出てるんだろうなんて思わないで、新しい情報ありましたら、ぜひ、えー、探してみてください。そして、えー、我々のところへ、えー、送っていただければと思います。えー、残念ながらですね、あの、警察に送ると、これもいい意味でも悪い意味でも、当然あの、守秘義務というものがあります。そして、捜査上の秘密ということがありますんで、ブラックホールになっちゃって、その情報がですね、一般の目に触れるということはまずほとんどありません。えー、これではですね、次 の情報にはつながらないんですねまあ、警察仕方ないという部分もありますけれども是非改めて、えー、新しい情報がないか新しい方法ってものすごい古い古い新しい情報ですねそういうものはないか、えー、探してみていただければというふうに思います。今日もありがとうございました